ソファーの傾斜を利用して頭に血を送る低血圧モーニングルーティーン。朝のコンディション大体吐き気。おはようございます、マルコメオミヤです。今年度から幼稚園バスの到着時間が今までより早くなったことにより、より忙しさを増すおかんの朝。耳につけたイヤホンから F1 のテーマソングと運動会 BGM を交互に流し、無理やりエンジンをかけてみましたが、聞いているうちに頭がおかしくなりそうで2ループ目でやめました。体に悪いタイプの焦燥感でした。朝から銀河が見れてラッキーなんて1ミリも思わないので、せめて卵焼きは綺麗に焼けていただきたい。プリンくらいプルンプルンな卵焼きを乗せて自転を始めるフライパン。このフライパンには加熱とともに回転するという誰も喜ばんオプションがついてます。余裕のある時は笑って相手できるこのフライパンとの戯れも、忙しい朝にやられるとつい厳しくしたくもなります。フライパンにおちょくられながらようやく仕上げた一品。せわしなく始まった朝ですが、こんなのはまだ序章に過ぎず、息子を送った後は税務署訪問、それが終わったら息子の幼稚園参観、あとは細々とした雑務も多数あり、忙しい一日になりそうな予感です。おとんの出発時間が迫ってきたので先に詰めていきます。少しでも気分が上がればと思って、可愛いチップ入りのふりかけを買ってみました。え？ひよこのチップが入っているはずなのですが、その奥ゆかしいサイズ感から、肉眼での発見は極めて困難。あー、いた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 、これか、これか。小さ。急いでいるのに、バードウォッチングに時間を費やしてしまいました。おじさんの弁当にドラえもんがいるだけでなんかちょっと嬉しくなります。ドラえもんだらけ、嬉しい。うん、ありがとう。いらっしゃい。大喜びで会社に行ったので、お次は息子の弁当に取り掛かります。どれ？あ、これか。今日の幼稚園の参観は行事の見学的な感じなので必須の参観ではありませんが、家で幼稚園の話を一切しない息子の様子が気になるので、ちょっくら見に行くことにしました。あ、息子を起こす時間まで少し余裕があるので、できる限りキッチンを片付けておきます。今日は息子を送った後にキッチンを構っている時間はないので、一つでも多く食器を洗えるよう両腕のエンジンブンブン吹かしてやっていきます。タイムアップなので潔く切り上げ、息子の朝食を用意します。余ってるパンチェッタがあったので卵と一緒に焼いておきました。おはよう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 。息子の目覚まし時計が壊れてからというもの、おかんが目覚まし時計になっているわけですが、毎朝地味にめんどくさいので、早く新しい目覚まし時計を買おうと思います。おはよう、行こう。
息子も起きて、これから慌ただしい朝の第2ラウンドが始まるわけですが、当の本人は優雅に野菜の水やりを始めました。ベランダに花を飾りたくて買ったプランターがいつの間にか息子の農園になっていました。朝の余裕のない時間にもかかわらず、水やりと収穫を日課に朝活を楽しんでいます。時間のない時の朝ごはんは全部パンにひとまとめにして解決です。今年度はバスのルート変更により今までよりも30分早く家を出るようになりました。その分帰りも30分早く帰ってくるようになって、朝はより一層せわしなく、午後はより一層長く時間を感じるようになりました。朝がせわしなくなったおかげで、マイペースだった息子が急ぐというスキルを身につけられたのは思わぬメリットでした。あぶてきた。しのごの言わずメイキャップ。今日は予定があるので散らかった身なりを整えていきます。今日はこれからちょっと用事があるので税務署に行って、でその後15分で買い物を済ませます。買いたいものは、息子がプリンを作りたいってずっと言ってたんで、プリンカップみたいなのを買って、で買い物が終わったらそこからバコーンって駅を出て、で今日は息子の幼稚園の行事あるから見に来てもいいよみたいな、そういう参観があるので、ちょっとちらっと見に行こうかなって考えてます。もうさ30過ぎてから急に肉の寄生先になった顎周り、ちょっとでも気を抜くと溶けかけの荒れ地の魔女のようになるので、最近は舌を向くのが嫌になってきました。片付けていこう。何年使ってんだろう。そろそろね、肌に影響が出てもおかしくないとは思うんだけど、こういうのは一生なくならないよね。これはなくなってるのかな。もうさすがにしてよ。なんかいろいろ嫌になってきました。出発の時間が迫ってきたタイミングで、普段だったら全然気にしないベッドの乱れが急に気になり始めました。急いでるのに、なんで気になり出しちゃうんだよ。なんで、もう急いでるから、心を殺してる場合じゃないのに。じゃあね、出かけますからね。出かけました。じゃあ、はい、気をつけてね。何ヶ月かぶりに久々に自転車を引きずり出したら、ヴィンテージ味が出ていました。アイロン切ったか心配になってきた。時間的にあと5分くらいで出ないといけないんで、じゃあまた行ってくるよ。行ってくるよ。行ってくるよ。じゃあカメラ勝手に切れたじゃん。あれまー、切れた切れた。あ、クリーニング取ってくの忘れた。え、待って、取り行く。いや無理だ、クリーニング。もういいよ、いいよ。幼稚園で息子の様子を見てきましたが、お友達とも先生とも
仲良く過ごしていました。家では縁のことをほとんど話さないけど、行くのを嫌がったことは一度もないので、きっと楽しくやってるのでしょう。息子の初プリンデビューだから、ちょっといいの買ってみた。あとビビンバ弁当も買ってきました。これとブロッコリー食べよう。朝ごはんを食べていなかったので、その分お昼はちゃんと食べようと思って、お弁当を買いました。これさ、息子がさ、虫よけに作ってくれたやつ、今度壁に貼ろうかなって思ってます。これはタケノコらしいよ。いただきます。ゆっくり食べたいところですが、もうあと1時間もしないうちにバスが到着します。息子が帰ってきたら、早速プリンを作りたがると思うので、その覚悟で午後の部を迎えたいと思います。結構もうすぐバスの時間。動画編集してこよう。隙間時間に動画編集をしてきます。前から欲しがってたものを買いました。はい、どんなの？なんだ？プリンカップ。ピンポーン。作りたがってたでしょ？うん、あとは？はい。プリンカップ。あとは？はい。プリンカップ。あとは？はい。あとは？はい。おそらくこの後に作りたいの声が聞こえてくると思うので、息子がトイレに行っている間にキッチンを整えていきます。ちょっと作りましょう。作りましょうか。できた。さあ、始まりました。息子クッキングのお時間です。さっき覚えたレシピが頭からこぼれないように慎重にカラメルを作っていきます。念願のプリン作りがよほど嬉しいのか鼻歌が止まりません。この子もボコボコタイツしちゃった。もう大成功。焦げてきた。焦げてきた。焦げてきた。嬉しいね。こんなに焦げが嬉しいことなんてあっただろうか。なかった。おかんもプリンなんてめったに作らないので、カラメルの正解がわからぬままカップイン。これで最後だ。これで最後、高森だ。面白いね、君。あなたの方が面白い。早速失敗です。べっ甲飴が生まれました。トライアンドエラーだ。飴を剥がす作業で器物損壊の被害多数。飴を再度薄めて溶かし、リサイクルして作ったカラメルソースが完成。うまくない。どうやって掃除する？自分で考えて。自分で一生懸命考えて導き出した答えはウェットティッシュ。確かにウェットティッシュは大概のことを解決してくれますが、卵の掃除にはちょっと不向きだったようです。そんな息子に大拭きを贈呈。こっちの方が使いやすい。ティッシュだとくっついちゃう卵。そうそう、すごい何回も使える。どうしようか、卵の数が微妙だな。まあいっか。いい？一個で作る？じゃあ混ぜようか。あ、こぼしちゃった。もう大丈夫。で、ギュッて絞る。そうそうそう、ちょうどでも次はバニラエッセンス入れようか。エッセンス。お返事をケーキ作ってるみたいでアルコールの匂いがする。よし、じゃあこのプリンのとこに入れようぜ。うん、
おかわり。お互い様だよ。一緒に来ましたから一緒に引こっか。そうしよっか。お、いい、手分けしよう。はい、あげてあげて、持ち上げて、持ち上げて。どう？この下も。あ、ごめん。お互い様だったね。いや、それは違うよ。しかも、しかものあればいいね。いいね。一人二つはどう？お父さん何個食べる？あ、そうだ、4個目はみんなで食べない？あ、それいいアイディア。一番いい感じ。めちゃめちゃ時間がかかりましたが、なんとか完成です。これから冷やすので、おやつの時間には間に合いませんでしたが、夕飯の後のデザートにみんなで食べることにしました。お母さんはこれからちょっと親戚のおじちゃんとかに連絡しに行くことがある。今週中を期限に親戚一同に法事の連絡をしようと思って、気づいたら金曜でした。伺いたいので、折り返しお電話いただけると助かります。そうそう、髪の毛切りに行く？明日。確認してみるね。キッズカットと一緒にしてもらいたくて、お願いします。次のプログラムです、はい。予防接種の予約をします。まだまだ長い。予防接種はいつまでにしなきゃいけないか分かってる？分かってんね。早く打っとけば楽だよ。何？打たなきゃ明日かな来週かなとか思ってたら毎日が憂鬱でしょ。だから早く打っちゃった方がいいと思うの。おお、なるほど。いい考え。予約どうしますか？します。あ、本当？これでやることもだいぶ落ち着きました。癒し動画で気分転換です。元気が出た息子はこれからブロックで遊ぶそうです。当時できる、下すばしできる、わかんないもあった方が楽しい。説明書を見ずに作るという誰も得しない十字架を自らに課してブロック作りを始めた息子。大変だからやめた方がいいよと言ったところで、彼は言うことを聞きませんので好きなようにしてもらいます。どうした？見たくない。説明書見たらいいと思う。説明書見ちゃダメ。分かったらいい。自分で一人でできない。一人でやんなきゃいけない。簡単なことはしたくない。簡単なことはしたくない。なんで？しょうがないじゃん。説明書見てしかないじゃん。お母がそこまで言うなら絶対見ちゃダメだもん。おー、なるほどね。いやこの後も息子は謎の葛藤を繰り返しながら自分自身と戦っていました。自分で決めた説明書を見ないというルールを破ってしまうことが許せないそうです。そもそもなんでそんなルール設けた。何はともあれ頑張って気持ちの整理をつけながら説明書を見るという妥協点に到達できたのは彼の中での大きな成長だと思います。頑張れって言わないで。言わないよ。
いつの間にか自分で機嫌を立て直し、無事ブロックを完成させていました。洗濯物を畳み終えて、このスペースをすっきりさせたことで生まれた怠惰。家事の合間に休憩をすると、起き上がる時の重力は3倍にも感じられると言われております。やるわ。昨日掃除をサボり散らかしたお風呂が待っているので、わずかな体力を振り絞って立ち向かいます。さっき一瞬寝転がったせいで、急に今日一日の疲れが押し寄せてきて、動くのがしんどくなりました。休憩は時に敵にもなりうる。これから夕食作りが待ってるなんて夢であってほしいです。どうやら夢ではなさそうなので、これから夕飯の準備をします。今日は幸いなことに、残り物のカレーというチートアイテムがあったので、水で伸ばしてカレーうどんにします。ガリガリゴンガリニンニクとガリガリ昆布とベーコンで、おつまみ系ポテサラを作ります。X で炙ったクラッカーを入れるレシピを見て以来、すっかり我が家の定番になったカリサクポテサラ。絶望的な疲労感の中行われた夕飯作りもそろそろ佳境。仕上げのパセリは息子ファームで採れたものを使います。2個ね。はい、はい、パセリ。仕上げに息子が作ったパセリを混ぜたところで、タイミングよくおとんが帰ってきました。余裕があればもう一品作りたかったのに、なんてことは1ミリも思ってなくて、今日はうどんと芋でたらふくお腹を膨らませてもらいます。夕飯の後にはお楽しみがあるので、早々に食べ終えてプリンとのご対面。毎晩の日課、桃鉄のお時間です。クリスマスにサンタさんからもらって以来、ほぼ毎日欠かさずやっていますが、未だ飽きる気配がありません。でも近いんだよ。愉快愉快不愉快不愉快ほとんど息子がお風呂に入っている間に、なんとかソファーからお尻を剥がしてキッチンに立ち向かいました。疲れたと口に出してしまったら、最後びっくりするほど体が動かなくなるので、疲れていることには気づかないふりをしながら、なんとか動いているところです。皿洗いの途中ですが、お風呂が空いたので息抜きがてら温まってきます。お風呂入ってきたらもう動けない感あるわ。どうやら入浴で残りの体力を使い果たしたようです。まだやらなきゃいけないことがあるのに。元気な時に見れば、あとちょっとに見えるゴールも、疲れている時に見ると途方もなく遠く感じます。やめた。寝かしつけから帰ってきたおとんに残りの皿を託し、その間にやる気のないステップでリビングの床を軽く掃除します。子供がいるとどっから持ってきたのかわからん砂で床がジャリジャリになりがち。限界がやってきたので
突然ですが本日の営業を終わりにします。うん、なんかもう嫌ってなった。現場からは以上です。それでは皆さん、本日もお疲れ様でした。おやすみなすって。